まあ、横山大観のこのお宅っていうのはですね、すごく新鮮に思えたんですね。基本的には京風のすき家っていうのをベースにしてるけれども、実はなんか非常にこう新しいプロポーションとかですね、まあ、新しい造形で、それは基本は西洋のやっぱり彼は教養があったと思うんですよね。西洋を学んで西洋のアートとか西洋の建築、まあ、建築家を昔志望してたっていうふうなお話も伺ったんだけども、そういう西洋的な彼が教養人だったっていうことを、普通に横山大観っていうと日本画の巨匠っていうふうに日本人は思っちゃうんだけど、実は彼の中にその欧米っていうものの、その独特の手法、例えば幾何学的な手法とか抽象化の手法とか、そういうものがですね、こう彼の脳の中に埋め込まれていて、それがその京風すき家の中にいろんな形で顔を出す、その顔の出し方がですごく新鮮な感じがしたんですね。例えば、まあ、有名なのは松鼓堂で、松鼓堂の天井は船底の天井になっているの で船底の天井のつま面というのはどうしても三角形になっちゃうんだけど、それをそのまま床沼の方にぶつけるから、床沼の上の落とし掛けの部分が不思議な形の型が残るんですよね。でそれは普通はすき家の時はそういう壁が不思議な形の壁を残すのは避けるんだけれども、それをあえてやっていて、でその隣にその松鼓堂を一つの有名にした洞窟をモチーフにしたこのニッチがあるわけだけど、そのニッチの持っている、まあ、一種のすき家を逸脱した造形とその天井の三角形の壁が響き合うみたいな形になっていて、いろいろな意味での斬新な出会いがあるんですよね。西洋的なものと日本的なもの、あるいはもっとその日本の中でも、まあ、古装っていって古いレイヤーみたいなものもそこに登場してきて、僕みたいにすき家を見慣れた人間は逆にすごく新鮮な新しい感じがしたんですね。ただ窓枠なんかでもこう窓の中の、3の割り付け方が、普通の3の割り付け方っていうのは、まあ、プロポーションで真ん中に割り付けたりとか、彼はなんかこう少し高いところに3を入れていて、それによってその庭の見え方がですね、非常にこうゆったりとした見え方で庭が見えてきていて、この辺もですね、まずすき家ではやらないところに3がついてるんですよね。びっくりしましたね。だからそのとっても新しい感じが、そういう3の入れ方一つで出てくるというところがあって、だから僕らはすき家っていうものはやっぱ伝統的なもので、それはもう西洋っていうものとそんなに無関係な閉じた世界だと思われてるけど、大観にとっては実はすごく開かれた世界で、西洋っていうものとも交信可能な世界だったんじゃないかなというふうに思うんですね。それは大観っていうその、まあ、画家がやったことっていうのも、そういう目で見てみると、やはり日本画の巨匠大観っていうのとはまたちょっと違って、西洋っていうもののいろんな手法がその日本画の中に流れ込んで、彼の中で独特の結合の仕方をしているっていうところ、そこがですね、そういうその大観の新しさみたいなものが大観の内から逆に見えてくるっていうところがありますね。だからまあ大観を朦朧体の創始したっていうふうなことも言われるけど、まあ、その朦朧体もレオナルド・ダ・ヴィンチのソフマートっていうものの手法とか非常に深い関係があって、多分それを意識しながらそういうようなものが出てきたんだと思うんだけれども、そういうところで その彼の中にあるその欧米のなんかこう新しい手法っていうもの、そういうものに対する彼の関心だとか挑戦とか、そういうものがあのうちを見ると見えてくるんですよね。だからそういう意味で僕は大観の起点館は、建築のやってる人間にも非常に興味深いし、大観の絵を研究したり絵のファンの人にも実はあれを見るといろんな発見がある、まあ、そんな建物じゃないかなと思いますね。ダ・ヴィンチのそのルネッサンスの時代っていうのは、一つはローマっていうものをすごく意識してた時代なんですね。でローマっていうものの持っていたその幾何学に対する憧れとか、
その企画で全体をこうコントロールしていこうっていうそういう、まあ、姿勢、まあ、そういうものがルネサンスって蘇ってきて、ダヴィンチはその中でもやはり幾何学とか数学ってものそこに一番その、まあ、関心を持ってたアーティストだと思うんですね。だからその幾何学への関心っていうことが彼のその絵のプロジェクトにもそれから彼の建築のプロジェクト、まあ、建築も実際ものすごいたくさんプロジェクトの絵を描いてるんだけど、まあ、そういうものにそのベースになってるのが数学なんですね。でそのあたりがその脱領域、領域を飛び越えて、でその飛び越えたものが数学でつながってるみたいな感じが、そういうような脱領域性みたいなものが体感の中にも感じられるって言っていいんじゃないかなと思いますね。まあ、僕らの今の美術とかアートの分類でいうと、なんか日本画っていうのはすごく閉じた世界だと思われちゃうんだけど、実は日本画っていうのが一番ある意味では西洋と日本の緊張感っていうものにはらんでるスリリングな世界かもしれなくて、そういうようなことも大会を見てると分かってきますね。まあ、あの場所を選んだっていうのも、まあ、忍ばずの池のすぐ脇の場所を選んだっていうのも、この庭の作り方のこう、まあ、水とか流れっていうのがテーマになってるのを見ても、やはり水っていうものに対して非常に関心が強かったんじゃないかなと思いますね。やはりこうある種のこう静的静かなものではなくて動的なものっていうのに関心がすごく強かったんじゃないかなって気がしますね。だからその動的なものっていうのが庭の中に入ってるから、庭も日本庭園でありながら、まあ、ある種のかなりダイナミックな、こう力みたいなのを感じられるような庭でしたね。なんかそのこう妙にその枯山水とかこうわびさびの世界に行かないで、やっぱこう力っていうものが感じられる庭 でそれはまた今緑が昔よりも多分茂ってるから余計に力っていうのを感じられるようになっているので、そういうところも庭が面白い見えたところですね。これはね、日本人もそれから西洋人もよくする誤りっていうのは、日本文化っていうのは閉じた文化だ、日本文化っていうのは非常に深い閉じた文化だ、それは西洋人は日本に対するある種のお世辞で、まあ、そういうふうに言うし、実際にそういうふうに感じるみたいで、自分たちと違う全く違う文化だというふうに感じるんだけど、実はね、僕は日本文化っていうのは対外部との対話とか会話でこう生まれてきた文化だと思うんですね。昔だったら中国とのいろんな会話影響し合う、実際は江戸時代からもうすでに西洋とのいろんな意味での会話が始まってきて、で西洋的なその遠近法の手法みたいなものが江戸時代の中にはいろいろな形で入ってきてるわけだし、やはり会話は日本文化を作ってるわけですよね。大観なんかはそれのやはり典型的な存在で、やはり彼は日本画って言いながら、実はいろんな新しい手法がその中に流れ込んできていて、会話の産物である、そういう側面をもっと西洋人に僕は知ってもらいたいし、日本人にも知ってもらいたい。で、日本人は日本人で、日本っていうのはなんか古い、特に伝統的な日本っていうのは日本だけの閉じた世界だと思ってるんだけど、古い伝統の中にこそ実はいろんな外との影響の試合、こうエクスチェンジがあるわけで、そういうことを日本人の若者にも知ってもらうと、日本人の若者はもっと日本文化に関心を持つようになると思いますね。日本文化っていうものが会話だってことが分かると、今逆に会話が少なくなってる、海外との会話が少なくなってきて、今なんか海外のことに関心のある若者ってすごく減っちゃってるっていうと感じるんですね。もう一回その会話のダイナミズムみたいなのを取り戻したい。それはこちらから話しかけるだけじゃなくて、向こうからも話しかけてほしいし、まあ、そういうことがもう一回起こるといいなと思いますね。My name is François. Mon nom est François Saint-Brice. Je suis le directeur du WC. Et nous sommes très heureux d'accueillir cette exposition qui fait la passerelle, le pont entre Taikan Yokoyama et Leonardo da Vinci. Ils ont beaucoup de points communs.
Ils sont d'abord des grands observateurs de la nature. Ils aiment la nature et ils s'en inspirent. Et ils ont les mêmes grandes compétences d'architectes, de peintres, de dessinateurs. Ils utilisent les pigments naturels, le charbon de bois, les pigments naturels, et ils arrivent à exprimer quelque chose qui nous touche dans nos cœurs, car ils veulent tous les deux comprendre la nature et l'exprimer dans toute sa beauté. Et nous sommes heureux que ce pont entre ces deux grands artistes qui ont vécu à 450 ans, 500 ans de différence puisse être réuni là, dans leur esprit, puisque au Clos Lucet, vous avez l'esprit de Léonard de Vinci qui est là dans la maison où il a vécu les trois dernières années de sa vie, là où il a travaillé dans son atelier. Et Taikan avait aussi son atelier à Tokyo. Il aimait voyager comme Léonard. On sait qu'il a été en Chine, qu'il a ramené des animaux domestiques, les ânes. Bon, c'est aussi un parallèle avec Léonard, parce qu'on sait que Léonard a traversé les Alpes à dos de mules, à dos d'ânes, avec ses trois chefs-d'œuvre, la Joconde, la Sainte-Anne, le Saint-Jean-Baptiste, et tous ses manuscrits pour arriver ici, dans le Val-de-Loire, à Amboise, au Clos Lucet. Donc il y a beaucoup de clins d'œil, beaucoup de similitudes, et je pense que ces deux grands artistes trouvent tous les deux leur inspiration dans l'observation et l'admiration de la nature. Et cette nature, sans cette nature, si nous ne la protégeons pas, l'homme ne peut pas vivre. Et je pense que ces deux hommes avaient en commun ce souci de conserver la beauté de la nature telle qu'elle nous a été offerte avec ses quatre saisons. Et donc ça aussi, c'est aussi intéressant de voir que ces personnages qui ont vécu leur temps de façon la plus incroyable, ils nous ont laissé des œuvres, et bien que leurs familles prennent soin d'eux et continuent à transmettre leur œuvre. Donc c'est d'autant plus touchant que c'est dans cet échange que nous avons aujourd'hui, un échange entre deux familles qui conservent la mémoire pour la famille de ce grand peintre japonais, de leur ancêtre. Nous, ce n'est pas notre ancêtre, mais disons que nous habitons sa maison et que nous lui devons de respecter cette maison et de transmettre son œuvre qui n'est pas pour nous, mais qui doit être partagée. Voilà. Donc c'est cette notion de partage qui est très intéressante. Et cette notion de partage, elle existe dans les échanges artistiques, comme aujourd'hui, une exposition, mais aussi dans le commerce. Et le commerce, l'art, tout ça permet que les peuples se parlent, les peuples échangent. Et à partir du moment où il y a un échange, qu'il soit économique, culturel, scientifique, derrière, il y a des chances de conserver la paix. Et c'est vraiment notre préoccupation aujourd'hui, dans ces temps très troublés, de continuer à se parler, à continuer à échanger, parce que chaque peuple, chaque personne a une richesse très importante en elle. Et quoi de plus beau que de s'ouvrir, ouvrir son cœur, son esprit, son imagination aux autres, parce qu'ils peuvent vous apporter beaucoup, et que c'est aussi une façon de se construire.